元気大会コーヘー。続いての競技は縛りバレーボール対決。6人チームで、ここですね。まず1つ目、トス縛り。やっぱバレーボールってこう掛け声大事だと思うからさ。次、人数2人縛りルール。これは、相手チームがこれ大丈夫です。そうそうそう、これ大丈夫ですか。これはちなみにバレーボール得意っていう人いますか。あ、いや、うん、やってた。いや、一応中学2年だったらずっと読んでました。僕読んでました。バレーボールバレーボールの本やったんで、イメトレだけは何回もやったんですよ。もうこう、まあ、理論家のグググググググ滞空時間長ドーン何回もやったんでね。足まで上げちゃうんで。上げちゃいますね。あれでもそうですね。じゃあ早速縛りバレーボール行ってみよう。サーブ決めじゃんけんをお願いします。はい、よし、サーブなんで先手必勝。先手必勝。最初はグー、じゃんけんぽい。あーしゃー、こっちまで完璧。うわーい、うちなの大将のサーブ。遠くに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 。あーイエーイ、あー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 。ちょっと縛りルール、俺らが返さなきゃいけない。そうなんだよ。そっからなんですよね。そうなんだ。でも片足にしようや。片足に。片足いいっすね。けんけん縛り。けんけん縛りだ。もう一回やっとく。ちょっともう一回縛り行こう。縛り。トス縛り。トス縛り。じゃあトス縛りで。絶対に。いや、ベンチトレーニングだけはいいな。運動できるおじいちゃんに見えてきた。すごい。あ、トスじゃない。トスじゃないですよ。僕たちちょっとバレーボール得意じゃないので、サーブをもうこの5倍ぐらい前の距離の青線からになりました。バレーボールを楽しみましょう。はい、バレーね。それおりゃナイス。ヒロム、サブ、元気いきますよ。はい、え、おー、しゃー、もう一回行きますね。いや、なかったよ、何もなかった。縛り使います。けんけん縛り。おっしゃー、気持ち悪い。なんかこっちがやられる気分だ。行くぜ、行くぜ、行くぜ、行くぜ。縛りルール使います。なんかちょっとうるさい。うるさいね。どっちかっていうとそっちの方がうるさいんじゃないですか。間違いない。せーの、サイレント縛り。はい、なんで俺らだけサイレントじゃない。確かに。サイレント縛り。ダメ。今までで一番バレーっぽかった。確かやばい、逆転された。やばいやばい。いけいけ。そしまにめんどくさいよこれ。ごめんね。ファイン。
縛り使います。よーし、じゃあメンバーと広めで。やりすぎでしょ、やりすぎでしょ。素晴らしい。じゃあメンバーと広めで。待って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 、いけ軽くでいいよ。そーれ、オッケー、いいよ、オッケー。はい、縛り使います。何どうする、タカクミと、なんかでもやりたそうにしてるから彼バレーボール。頑張って。サーブ拾おう。オッケー。はい。オッケー。じゃないこれ。オッケー。オッケー。オッケー。キャブ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 。オッケー。頑張ってくれ。無理でしょ。無理でしょ。アホや。お前いけるいけるいける。ヒラム君でもいける。ヒラム。それいけた。頑張れ。三人で勘弁してください。いいでしょ。よし、じゃあ俺行く。俺行く。俺行く。早い早い早い。マッチポイント。もうマッチポイント。マッチポイント。わあ！やった！わあ！やった！今回の球技大会優勝はプニプニクラブチーム。ご褒美を差し上げたいと思います。バーン！マジで？イエーイ！パイナップルあんの？いやもうパイナップルだ。ドッジボールとバレーボールどっちも2連勝した後の、いかがだったでしょうか皆さん。夏も、はい、なりましょう。はい、はい、ということで、会えない球技大会でした。また来週。